今週のコンサドーレイズムは、サポーターからマッチョニキの愛称で親しまれる小林義明選手。コンサドーレの一大勢力となった筋トレ部部長として、講師にわたり伸び盛りの若手のお手本に。あいつらもやっぱ可愛いんで、サッカーに向き合ってしっかりトレーニングすれば、結果っていうか、試合に出れたりとか、そういうところにはたどり着けるというふうには思っているので、もう一つ二つ掴むにはもっとさらに努力しないといけないですし、今年それを掴めるようにまた一緒に、僕も一緒にね、サポートしながらやっていきたいし、一緒に試合出れたらいいなというふうに思うので、頑張っていきたいなと思います。自身は昨シーズン節目の J1 200試合出場を達成。不安の中での始まりでしたけど、終わってみれば、プレー自身もプレー自体も悪くなかったと思いますし、チームの順位は良くなかったですけど、個人的にはまた、一つ前に進めたシーズンかなと思います。さらに駒井選手がゴールを決めるとチームは負けない。駒井不敗神話も継続中。自分の点でしっかり勝ち点を取れるっていうのはすごくいいことだなというふうに思います。今シーズンも継続したいなと思います。自らを信じピッチに送り出し続けてくれる指揮官とともに、言葉交わさずにも分かってますし、ミシャもやっぱ僕を信頼してくれているのは伝わっているので、男としてその信頼に応えたいなっていうふうには常々思ってますし、共に一緒に7年目を迎えるので、いい結果を、ね、出せるように頑張りたいなと思います。今シーズンこそまだ見たことのない景色へ。